はい、どうも、浮士です、スカイリムまた続きやっていきたいと思います。前回ですね、ホワイトランに、初めて来てですね、ドラゴンの討伐であったりとかね、クエストをちょっと一個こなして、来たんですけれども、ついに、来ましたね、ホワイトランの荒くれども、同胞団ですね。ここにねちょっと、潜入していこうかなというふうに思っております。同胞団クエストね、結構激アツなクエストが結構多かったと思うんでね、これから楽しみだなというふうに思っております。早速ねバキバキに殴り合ってますけど、ということで、まずはねコドラクホワイトメインに、確か話を聞いてね同胞団に入らせてほしいということでね、話していこうというふうに思うんですけど、こいつら、前回ね仲間になったリディアさん、そして、最初からねついてきてくれてるファエンダルさんね、最初の町で、最初の村で仲間になったファエンダルさんと、このね2番目のこのねホワイトランで仲間になったリディアさんね、このパーティーでね、今度は何です？この3人でね、同胞団に入っていこうというふうに思っております。とりあえずまずねちょっとコドラクさんの方に会いに行きましょうかね。わあ、ファルカスかっこいいな。誰の忠告にも耳を貸さなかっただろう。さあとりあえず、ここですね。はい、コドラクさんはどこら辺にいたのかな。どっかこの辺りに、違うな、これファエンダル。おい、お前らいつもくつろぎすぎだろ。めちゃめちゃくつろいだろ。あくびまでしよってからよし。そしたらコドラクさんはどこだ。その血の呼ぶ声が今も聞こえるんだ。我々は皆そうだ。確かに荷が重いかもしれんが乗り越えることができる。なんか意味深な話してますけど、俺と兄弟は見ての通りお前の味方だ。だが他の者たちが簡単に賛成するかどうかはわからないぞ。ビルカス、そいつは任せてくれ。やれ、見ない顔だな。また野心的な。よそ者よ、ここ何か用事があるなら話を聞こう。コドラクさん、仲間に加わりたい。今すぐに、ちょっと顔を見せてもらえるかな。悪くない。なかなか根性がありそうじゃないか。名のある者たちが我々を訪ねてくることもある。名声を求めて訪ねてくる者もいる。どちらでも同じことだ。要は心が大事なのだよ。いや、仲間に入れてくれるのか入れてくれないのかちょっとよくわからん感じです。もちろん戦いは得意なんだろ、ひよっこ。おお、自分のことは自分でやれる。そうかもしれないな。こいつはビルカス。君の腕前を試してくれる。ビルカスよ、彼を庭に連れて行って何ができるのか確かめてやれ。ああ、はい。どうすりゃいいの。わあ、来ましたね。さあ、ということでビルカスさんについていくと。なるほど。いやお前らやる気ねえなー。ちょっとめちゃめちゃ座っとるわな。よし、ということで実力を見せろというふうに言われておりますから、見せてやろうじゃないか。お、待ち構えてますね。あれ、めちゃめちゃウォーミングアップしとるかな。ほほほほほほ。あの老人からお前の力を見るよう言われている。さあ、やろうじゃないか。ゲイ、俺に向かって攻撃してみろ。腕を見てやる。心配するな、ちゃんと受け止めるから。イスミルにかけて絶対に生きては返さない。新人はどんな感じ。私は選手だ。悪くない。次はもう少し手強いぞ。うまくやれそうだな。だが当分は使いパシリ役だぞ、チンマイ。やれと言われたことをやるんだ。これが俺の剣だ。エオロンドのところ。試験終わりっすか。研いでもらってこい。取り扱いには気をつけろよ。
おそらくお前の命よりも価値があるからな。なんと、まあとりあえず使い走りということでね、この同胞団に参加できたということでいいですかね。あ、なんかいる。なんかいる。ハンター。ああ、これ仲間にできる系の。ああ、これはモッドでね。やばい。仲間にしたい。どうしよう。あ、でもこっちもなんかいる。うん、ダーク。あ、やばいな。これさすがに3匹はちょっと。いや、でもこいつでかいな、ハンター。こっちの方がいいかな。いや、そうね。小回り引いた方がかっこいい。あ、ちょっとでかい。ごめん、ハンターでかいわ。ちょっと家にお戻り。めっちゃ懐いてきてるけど。ちょっとダークいいね。ちょっと待って、人相見よう。おー、いいね。いい、いい。いや、いいですね。さあ、ちょっとこんなところで道端、ちょっと、時間を潰してる場合じゃなかった。ね、さてどこに行けばいいのか。いいね、弓の名手と戦士とそして狼ね。このパーティーでしばらくは行けそうですよ。ついてきてっかな。あれ、ちょっとリディアさんどこ行ったの。あれ、あれじゃね？あそこで走ってる。めちゃめちゃ出遅れとるやん。奴らはストームクロークを支援しようとしている。めちゃめちゃ走ってきたな。きっと報いを受けるだろう。なんかすげえ置いていったみたいになってるけど。さあ、ということでちょっと、あれ？でも場所が違うな。あら、こっちだと思いきや、どうにも入り口が違ってたみたいな。そうそうそう、クエスト。さあ、そうね、この上だね。そう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 、懐かしいな。あー、懐かしい。どうしてここにいる。エオルンド・グレイメーン。はい。ということは新入りだな。頼まれたことをそのままやった。その態度は役に立つぞ。つまらない商人か主張の踏み台になるにはな。この辺りでは自立した生き方が学べる。忘れるな、同胞団では誰の指図も受けることはない。まあ方法はわからないが、とにかく彼らは指揮を取っていた。イスグラモル以来指導者がいないのだ。コドラクは導き手で全体の相談役のようだ。だが男も女も頼りきらず自立している。あんたも同胞団だ。自分は同胞団じゃないが、彼らは炉の正しい使い方を知らないんだ。手を貸せて光栄だよ。エオルンド・グレイメーンだ。スカイフォージを動かしている。スカイリムとタムリエルで最高の鋼だ。頼みたいことがある。ん？アイラの盾を作っている。アイラの盾。ああ、アイラさんね。妻の元に戻らなくてはならない。これをアイラの元に届けてくれると嬉しいんだ。喜んで手を貸そう。はい、次は盾をアイラさんのとこに持っていく。いいかな君ら。おのおの好きなことやってるけど。よし、さあ行くぞ。ですね、アエラさんは一体どこにいるんでしょうか。またこの中かな。あーですね、はい、行こう。はい、ジョルバスクルにまた来ましたと。
アイラさんに渡すんですか。私はただの使用人に過ぎない。同胞団の誰かと話したいんだろ。こっちか。あ、いた。ワコードたちが辺りを走り回っている。後釜を取られるんじゃないかって心配なの。はい、あなたの盾を持ってきた。あれ、分かったわ。今度はイスグラム。ああ、よかった。これを待ってたのよ。あら、見たことある顔だわ。さてはあのじいさん、あなたが関心を持ったと思っているのね。こいつを知ってるだろう。ビルカスと鍛錬をやっていたやつさ。ええ、派手にぶちのめしたって聞いたわよ。ビルカスの前ではそんなこと口にするな。本気で戦ったらビルカスを倒せると思う。ほう。そうね、まあ、自慢話は好きじゃないでしょ。ああ、行動で示すのね。ほら、一休みする場所をファルカスに見せてもらいましょう。ファルカス呼んだか。おお、当たり前でしょ、おバカさんね。この新人に他の若造たちの寝場所を見せてやって。新顔か。ああ、お前は覚えてるぞ。さあ、ついてこいよ。よし、ついていきましょう。スコールとアイラにはよくからかわれるが、いい連中だよ。このダークはね、ピタッとついてきて、やっぱ尽くすよう求めてくる。めちゃめちゃ一番こう仲間感が出てますよね。たまに退屈するからな。いいね。ずっといてくれることを願うよ。辛い人生になるかもしれないからな。部屋はここだ。疲れてるんならベッドで休んでくれ。ティルマがいつも部屋を掃除してくれる。よし、あんたはここの一員だ。他の連中もあんたに会いたがってる。仕事が欲しければ俺かアイラに会いに来るといい。名前を売ればスコールやビルカスからも仕事が回ってくるかもしれない。頑張れよ。同胞団はあんたを歓迎する。はい。もし手持ち無沙汰なんだったら、ある手紙によるとホワイトラン要塞で屈強な奴が必要だって話だ。どうして争ってるかは知らないが、こちらには関係のないことだ。あんたにはあの青二歳を脅し、言うことを聞かせてもらいたい。ただそれだけだ。死んだがどうかなんて聞きたくない。分かったか。何とかしよう。あまり調子に乗らないことだ。ところで、もし手持ち無沙汰なんだったら、エルリンドルを痛めつける。うわ、めちゃめちゃ人がいる。まあ、とりあえずね、同胞団に入ることができましたというのと、部屋をね、確保することができたぜっていう感じですね。ああ、なんていい子。ちゃんと部屋の前で待ってると。ジョルバスクルの戦士たちに仕えてきたんだ。さあ、仲間たち。そもそもスコールがあなたを入れた理由もわかりませんね。ほう、めちゃめちゃ敵対しているぜ。あなたが来るまでは私が一番の新入りだった。別に気にしないで、コツを教えてあげるわ。あら、そう。新入りだな、そうだろう。な、そうなんだろう。おお、かっこいいね。同胞団に入れてもらえるとは思ってもみなかったんだ。けど最近では誰でも入れてもらえるような感じだな。後で蜂蜜様子を見てみるといい。風に乗った蜂蜜の香りだ。さあ、ということでベッドで寝ることもできると。さあ、今何時だ。あ、いい時間ですね。6時。まあ、ここはもう無理せずにここまでにしましょうかね。はい、ということで、まあ、なんとかね、同胞団に入ることができましたということですね。まあ、ホワイトラン、の1日にして、まあ、ドラゴンを倒して、そして同胞団の仲間入りまでしたということですね。そして、仲間もね、このリディアさんと、
そして、ね、ファエンダルさん。ファエンダルさんはね、もちろん最初からの初期メンバーですよ。まあというか、まあここがね、この3人がもう本当に初期メンバーっていうような感じになりましたね。そして、気まぐれで仲間に入ったこのダークくんですね。いいですね。ピタッとついて。戦いの役に立ってくれそうです。はい。ということで、まあ一旦ね、こんな感じでみんなでね、楽しくこれからまた冒険を続けていきたいというふうに思っております。そして、これから先ね、同胞団での、クエストをね、いろいろこなしながら、同胞団のね、中でもこう、ね、知られる存在になっていくということでね、やっていきたいなというふうに思っております。はい。ということで、今回はね、ちょっとね、短いですけど、ここまでにしたいと思います。次回からバリバリね、ちょっと同胞団クエストを、まあ、クリアしながら、どんどんね、進めていきたいと思いますんでね。まあ、長かったのかな?ホワイトランの1日がね、やっと終わるというような感じです。またね、今後も続けていきますので、ぜひよかったらね、チャンネル登録、高評価お待ちしておりますんで、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね!